はい、それではね、今日は鬼キスの集め方をやっていきます。あ、こんばんは、サオでございます。でね、まあ、一応いろんなところで調べたりやってみたりしたんですが、まあやっぱりいい方法ないっすね、これ。めっちゃ厳しいわと思ってます。それでは、まあ、まとめたので、ちょろちょろ喋っていきます。はい、まず1個目、イベントですね。今回は、デブリフェスタってイベントが来てますね。これで結構鬼キスは毎日手に入るのかなって思ってます。まずイベントで入手。で、次が、ミッション、デイリーミッションですね。まあ、この辺に鬼キスあったりしますね。これをちゃんと達成していけば、鬼キス溜まっていくのかなって思います。はい、で、ここまではまあ誰でもわかると思うんですけど、まあ、次行きましょう。で、ストーリーなんですけど、この下にね、この報酬受け取り済みですってあるじゃないですか。これ忘れてる人いると思うんですけど、これタップすれば星の数、まあ、星の数よ。この、静かな都市、星3とかの数に合わせて、こっちでもね、各章で報酬もらえるので、ここでもオニキスが入手できます。で、あとはフレンドガチャですね。で、フレンドで親密度上げると、多分フレンドポイント増えんのかな？スタミナが増えたりするんで、ちょっとフレンド増やすと、オニキスもね、結構入手しやすくなるってことを覚えてください。フレンド増やせばフレンドガチャ回せますね。ここで結構オニキス出るんで、まあ、ここでね、入手していただけるといいかなって思います。これは毎日また入手できる方法ですね。あとは、チャイルドからやっぱり、絆から鬼消す摘出。まあ、これをやってもらうといいんですけど、どのボーダーで、分解していいのかって話なんですけど、基本的に動物は分解していいんだが、まあ、進化素材として、これ星3進化素材、進化に、キャラがまた必要になるので、あまりこの辺のキャラ、ちゃんと星3になっているキャラは動物でも分解はしたくないんですよ、僕的にも。まあ、なのでストーリーで集めます。で、チャイルド落ちるところとか落ちなかったりするところ、見分けどうやってつけるんだって、おお、ここに書いてあるんですよ、チャイルドってね。このチャイルドって書いてあるところが、チャイルドが落ちる位置です。つまり鬼消すに分解できるキャラが入手できる。これを連続戦闘でぶん回すと、これですね。このタヌキみたいなの入手できるじゃないですか。ちなみに、マテリアって書いてあるところは、チャイルドは落ちません。落ちませんね。マテリアのみ入手できます。アイテムですね。まあ、なので、まあ、何も書いてないところどうなんだろう。まあ、何も書いてないところ何も落ちないですね。マテリアすら落ちないです。なのって、まあ、このデメテルのところ、まあ、一章のデメテルのとこガン回しする。ここはスタミナが4なので、まあ、ガンガン回すことができるので、ここで素材を集めていただくか、5まで行ってないんですよ、5章まで。で、ここの5章もね、チャイルド手に入りますね。これ後ろでうっすら見えるんですけど、チャイルドって書いてある。で、ここはね、ランク上げもね、両立してチャイルド入手できると思うんで、そこそこ強化できたら、パーティーが。で、ここオートで回れるようになったら、こっちに切り替えるってのがいいと思います。まあ、ただ、ここら辺でめちゃくちゃ難しくなりますね。これアポロン出てくるあたり、杉田さん出てくるあたりから結構難しくなるんで、まあ、相当鍛えてないと、ここのオート周回はだるいので、まあ、現状、このチャイルド落ちるところ、まあ、自分の強さと兼ねて、ね、周回してみるのがいいかなって思いますが、ただ、落ちるチャイルドのね、レベルとかあんま変わらないので、難易度的にも。まあ、経験値を考えないんであれば、やっぱり1のこのデメテル、1の2の、まあ、この辺を周回して、まあ、鬼キス抽出するってのがね、まあ、最善なんですよね、現状で。まあ、ちょっと抜け漏れありましたら、まあ、コメントでご指摘いただければ、まあ、他の方わかるかなって思います。あとは、まあ、ショップでこのパッケージ買う。でもこれ高いんで、微妙ですよね。っていう話でした。今回は鬼キスを入手方法まとめでございました。今後も攻略動画出していくので、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。